ましておめでとうございます。はい、改めまして明けましておめでとうございます。178こと稲葉と申します。やんやんずた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 、なんと私は今回くら寿司の YouTuber としてデビューいたしました。と言ってもまだ誰も知らないんですけど、今日は初めてなんで簡単に自己紹介をしたいと思います。あれは19の夏でした。友達がくら寿司で働いているというのを聞きつけ、私は別のくら寿司にアルバイトに面接行きました。そして採用され、はや20数年が経ちました。私はその経験を生かして稲葉ニュースと題して、くら寿司にまつわるいろんなことを熱く、そして楽しく、そして面白く、そして楽しく皆さんに紹介していきますので、ね、期待してくださいね。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。178こと稲葉がお送りしました。やるやる、またね。